今日は2022年1月10日ですに、月曜日、成人の日、ね、成人式出なくても成人なれますんで大丈夫ですよっていうのと、コロナの話ですね。COVID-19、大変だっつって、8000人感染者が出たっつって、でもそんだけ感染してもじゃあ死者が出たかとか重症者かの人もいるんだろうけど、やっぱりもうインフルエンザぐらいに、弱くなってんのかなという印象も持ちますが、まあその辺は個人の感想に留めておかないとね、デマを拡散してしまうことになるので大変ですけど、大したもんだなと思います。まあそこでちょっとコロナを振り返ると、日本人の偉いところは10万円の、補助金みたいなのもらって、それでよしっつってるあたりが本当すごいなと思って、もう今は出ないでしょ、どんなに感染者が出ようと。今の段階ではそのなんだっけ、子供に配ったやつはあるけど、まあ異例中の異例ですからね。でもやっぱ逆に、いや、たかが10万、されど10万なんですけど、じゃあメンマさん10万円ずつみんなに配れるかっつったら配れないわけでね、お国の方には本当にお世話になります、ありがとうございます。大したもんだとも思いながらね、それでも2年3年分の保証としては10万は安いなっていうふうにはやっぱ思ったりもするわけで、でもあんまりその配り続けても国民は働かなくなるしね、その辺はこうね、線引き難しいようだなと思ったりしますけど、なんかちょっと思うところがあります。もうみんな感染して平気なんだねっていう、僕はかかるの怖いからワクチンを打ってようとね、打ってまいとかかるのも移すのも嫌だから、とりあえず収束宣言みたいなのが出るまでは、まあ頑張って自粛を続けていきたいとは思うんですけどね。自粛してればゲームで遊べたりとか、僕なんかは映画かけたりとかするんで、それで十分なんですけど、そうじゃない人はそれこそ何していいか分かんない喪失の3年間みたいな感じになるんだろうから、出かけて人と会ってお話ししてお酒を飲んでっていうことを、それこそが人生だっていう人もいるわけですからね。それを止める、もう止めようがないんだろうなと思ってるので、それでいいだろうと思ったりとかいたします。これが後々振り返ると、このね、何にもできなかった何年間みたいなのが、まあ皆さんそれぞれにあるんでしょうけど、その当時に思ってたこととまたなんか書き換えられそうな気がして、ちょっと今でも怖いなと思ったりもします。自分の考え方がこうフラフラしちゃう感じがね、良くないなと思ったりもしますんで、まあでもたくさん感染者が出ても重症化しなきゃ大丈夫だろうと思います。これからどんどんひどくなるってことは多分ないと思うんで、なんかね、マスコミのニュースでもなんかね、そのもう働かないとダメとか、国民の皆さんもみんなね、こう働かないと食べていけないですからとかっていうような口調になりつつあるので、で諸外国ももうそういうなんだ、緊急外出するなみたいなことを言わなくなってるっていうようなことをニュースでは言ってましたね。ああ、じゃあもう2022年は割とそういう変わり目なのかななんていうふうにも思ったりとかいたします。いやー、よし、じゃあ今日はこんな感じで、また元気になったら配信したいと思います。ドラクエのゲームはこの後はちょっと休んで雑談配信を専用にして、2日後3日後ぐらいにやれたらいいかなと思いますね。じゃ
じゃあ以上です。お疲れちゃん、終わります。